今日の日付は9月の28日金曜日です。2018年、アルトボディアクティベーション114回目のライブ録音です。まずはじめにいつものように呼吸ですが、可能な限り長く深くゆっくりと360度風船が広がるように、特に背面は内側から外側に膨らむように、意識して、とにかく360度、内側から外側に膨らむように呼吸を続けてください。で、呼吸の長さですが、可能な限りゆっくりと長く、深く、で、吸う息と吐く息の、交換のところですね、ここを可能な限り引っ張る、長くすると、その時に気がこう、寝られるというか、そこで気が長く生成されるので、こう、息を吸って止めて吐いてではなくて、息を吸って、待って、吐いて、というのをこれを繰り返してくださいと。ですね、姿勢ですが、まず両膝は肩幅に。で、右膝、左膝と尾骨をつなげた底辺三角形の真ん中から見えない光の柱を立てて、背骨は伸ばし、顎はやや上向きに、でそのまま体を、若干倒したときに、額が見えない柱に当たるぐらいのところで、エネルギー的に、体がエネルギー的に強くなる箇所があるわけです。そこにステイしてください。で、この時に、胸が、こう、閉じないように広げる感じ。で、肩をやや気持ち後ろに引っ張っておくといいですね。でも、可能な限りそれは時々チェックをして、可能な限り伝えてくださいと。で、反応ですが、体が縮まる系の反応はもう徹底的にスルーしてください。そこに入っていく必要はありません。痛いとか苦しいとか悲しいとか重いとかそういうたびにも縮まるとかそういうものですね。で、とにかく反応は変わって流れていくものなので、とにかくもう手放しちゃうとスルーしちゃうと。で、遠くに離れて、その反応そのものを客観的に眺めると、吟味せずにもう離れちゃって眺めると、変わっていくのをただ眺めていくだけで構いません。逆に気持ちがいいとか、あったかいとか、暑いとかっていうところは、意識がそこに集中すると、そこがよりこう、エンファシスっていうか、強調が入るので、ポジティブ系のものは吟味をしても構いませんと。で、もうすでに始まってますが、第7チャクラのところがこう軽く、今日意識飛んじゃう人いるかもしれませんね。軽くなっていく感じが起きると思います。で、可能な限り呼吸は長く、深く、ゆっくりとリズムを維持して、はい、お手手マークですね。左手で人差し指を立て、右手でそれを握り、右手の人差し指を立て、でそれを横隔膜とハートの間に置いておいてください。で、指先、指先のフォーカスはステラーに。で、しばらくその状態。ひっついてなくてもいいと思います。若干2、3センチ空いててもいいと思います。で、その、エネルギーが強くなるところに置いておいてください。人によってはちょっと左だったり、人によっては右だったりするかもしれませんが、とにかく、こう、ちょっと動かして、前後左右に動かして、エネルギー的に強くなるところに置いておいてください。で、呼吸を続けてください。白っぽいグリーンっていうんですかね、ライムというよりは、エメラルドグリーンの白バージョンみたいなエネルギーが入ってくるかもしれませんが、気にせずに、映像的に何かをイメージする必要はないです。見える方っていうか、映像的に入ってくる方は、入ってくるものをただ眺めてください。自分で何かを作る必要はありません。それに混じって、ゴールドっぽい、外側がゴールドっぽい波動とかも入ってくる
ません。とにかく、もうとにかく考えず、達観して眺め続けると。で、特に右側にゴールドという、右側の流れの外側にゴールドが入るっぽいと思うんですね。で、とにかく、呼吸を続けてください。で、肩の周辺でクリアリングの反応が起き始めるかもしれません。で、右半身、肩、鎖骨からその上下とかで気持ちいい感じ。で、右足とかでもそれが徐々に始まってくるかもしれませんが、もう達観してください。で、お手々のポジションですね。腕を、胴体につけて、お手々はひっついてないっても大丈夫ですね。腕の肘のところっていうんですかね。を胴体にひっつけておくと、ひっつけてるところがこう、だーっとゆっくりゆっくり暖かくなるかもしれませんが、これはですね、体の四肢、腕と足とかを、部分を胴体にひっつけておくと、エネルギーの作られ方が、こう、早くなるって言うんですかね。離しているとエネルギー、離しているよりは、ひたっとひっつけているときの方が、エネルギーがこう、膨れやすいってことなんですけれど、腕の下の方は胴体のところにつけておいて、お手々のところはぴったりし続けていく必要はないと思います。腕の上腕じゃなくて、上腕もピッと肘、まあ、軽めに引っつけておいて、腕の肘側もピッと引っつけておいて、しばらくそのままでいてください。人によっては、右膝、左の尾骨、もしくは仙骨の下の方とかでも反応が出るかもしれないです。なんか反応が出てるところは、てか、もう、達観してクリアリングの反応なので、その痛いって感じではないと思うので、もうクリアリングの反応、はい、どんどんどんクリーニングしなさいと、お掃除してください、整えてくださいと。で、ハートの前側ですね。胸の前のハートの縦の中心とかで苦しい感じの方は、縦軸のところを意識して、で、お手手を指、右手左手をちょっと離すといいかもしれないですね。で、その苦しいところに、はい、どん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 処理してくださいと。苦しいところをどんどん柔らかくして、サラサラにして、交換してくださいと、柔らかくしてくださいと。で、そのまま右手左の手、その握ったまま、横隔の巻きのところに少し動かして落としてください。で、この時に、指先がやや前向きになるかもしれませんが、指先にか聞いてください。適度な角度になるはずです。で、そこで止めておいてください。はい。お手手マークが変わりました。位置的には横隔膜のところです。右手と左手の親指同士を引っ付け、右手と左手の人差し指、中指を引っ付け、で、三角形を作ってください。その三角形の親指側の側面を横隔膜よりちょっと上のところで、下から見ると三角形の尖ってる方が前に出てると。横隔の前にのちょっと上、まあその点で一番エネルギーを強くなるところで三角形を置いて、親指の側面を横隔膜のラグビーキットをつけているので、しばらくその状態でいてください。
で、この時に三角形の中心が恥骨のところになんとなく焦点を合わすように、はい、三角形の中心、恥骨のところにピッと焦点を合わせなさいと思ってたらいいと思います。だからやや下向きで、そう、しばらくその状態でいてください。で、肩の力は抜いて、顎はやや上向きに、下にこう顎が下がって見なくて大丈夫ですよ。で、恥骨、股関節、内股の周辺で、クリアリングと気持ちいい感じが出るかもしれませんが、もう気にせず、眺め続けてください。人によっては首筋、左側、これも反応筋、こっちも。例えば、反応は、まあ、徹底的に気づいたらスルーしてください。そこにしがみつく必要なんですけど、とにかくもう手放しちゃう。で、呼吸をゆっくりと可能な限り長く深く。はい。左半身でも反応があるのかもしれません。例えば頭の左側が軽くなりますとか、右と左の感じでちょっと違う感じになると思いますが、気にせずにそのまま。で、左半身にも反応、右側の反応が左に移るような感じですね。で、左側でも反応が大きい始めると思います。左側が光る感じ。はい。で、とにかく呼吸を可能な限り長く深く、ゆっくりと。はい。そのままお手手の三角形、下向き三角形を、ピーッとおへそと横隔膜の間で、人差し指、中指がおへそのところ、親指は、横隔膜の膜のところで、三角形からダイヤモンドシェイプに変えて、ダイヤモンドシェイプのまんま、その中、そこにピッと置いておいてください。で、呼吸を続けてください。で、イメージングダイヤモンド、お手手で作ったまあ、ダイヤモンド、上の方がちょっとカーブっていうか円形っていうんですかね。下は尖ってる感じですが、ね。で、まあ、そのウィンドウですね。ウィンドウの中は宇宙空間で、お手手のそのウィンドウの外ですね。手の、枠の外は、はい、白く光ります、的に。で、そのお腹の部分ですね。お腹の縦軸の、ステムというか軸になっているところ。はい。やはりそこに自動調節で、どん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 ヒーリングしなさいと。ウィンドウの中にエネルギーがどんどん入っていきますと。で、何もイメージする必要はないです。とにかくウィンドウの形、ウィンドウの中、はい、もう自動調節で、だんだんどんどん調節してくださいと。人によっては、そのお手手、右手と左手がちょっと動くような感じがするかもしれません。下向きに行ったり、ちょっと右に行ったり、左に行ったりするような感じがするかもしれませんが、自分でコントロールせず、お手手に聞いてください。で、手が動きたいところに動かさせてあげてください。で、そのまま呼吸に意識を当て続けてください。で、そのままゆっくりと、
そのダイヤモンドシェイプ、ゆっくりゆっくり下向きに落としていって、まあ、ダイヤモンドシェイプの真ん中におへそがくるぐらいまで、で、その状態でしばらく置いておいてで、そのうちに親指が上に尖ってる状態がキューッと下に降りてきて、下向き三角形の形になるような感じになると思いますが、で、下向き三角形の形になったら、親指の横ラインがおへそのちょっと上、おへその周辺ぐらいですね。で、しばらくその状態でいてください。下向き三角形のフレームを意識して、はい、外側が光って内側は自動的にどん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 吸引しなさいと。で、人によってはその三角形になったり、ややダイヤモンドになったり、ダイヤモンドになったりだと、親指のこう、縦の高さの位置が変わるかもしれませんが、考えずに親指の高さの位置が変わりたかったら勝手に変わらさせてあげてくださいと。で、で、そのエネルギーが強くなるところでしばらく止めておいてくださいと。自分でコントロールせずに親指に効いてください。で、そのまま。で、肩の力は抜いて、で、この時に、手首がピッとひっついていると理想的ですね。で、力を抜いて、で、腰のローアバックですね。腰、後ろ側の背面でも反応を起きやすいかもしれませんが、一番、もう、達観して眺め続け。次に、右手のひらを背面、腰背面に、どういうふうですかね。ですね。腰骨の張り出てるところかに、のちょっとこう、背面側に手を置いて、指先は、尾骨の方に、ね、45度下向きぐらい。だから、後ろから見ると、お手手が逆三角形向きに、尾骨の方に向かって、V 字型っていうんですかね。三角形の V 字型。で、親指は下向き。で、お手手は基本的に揃えて、フェザータッチで揃え、指先はすべて尾骨の方に向き、お手手のひらで V 字型ができてます、と。で、しばらくその状態でいてください。で、この姿勢の時に胸がやや広がる感じになるはずですが、で、胸の広がりのところ、可能の限り肩は力を抜いて脱力し、で、顎がやや上向き、下向きじゃなくて顎は上向き、やや上向きを保ち、体の縦の軸をまっすぐに、首のところと肩のその十字のところですね。で、まっすぐになってない方でも、
とにかく意識的に、はい、まっすぐになる、まっすぐになれと思ったら、じわ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 戻っていくかもしれないので、こう強制的にぐぐっと動かす必要はないです。じっくり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 とエネルギー的に動いていくはずなので、とにかく焦らずに、肩のところもまっすぐに、背中もまっすぐに、お手手の下向きな V 字型で背骨があってまっすぐに、で仙骨、腰骨、胸椎、胸椎、頸椎ですね、頭蓋、はい、まっすぐに並びなさいと。で、呼吸は深く、長く、ゆっくりと。で、胸の中心側で苦しい感じがする方は、より、はい、広がりますと、膨れます、柔らかくなりますと。でもね、柔らかくなりなさい、膨れなさい、膨らみなさいと、まっすぐに戻りなさいと。で、呼吸は長く深く可能な限りゆっくりと続けてえ？ちょっと難しいですよね。お手手マークは変わりました。今日はなんかお手手マーク多いですよね。右手と手のひらで、あ、前に戻して、胸のところに動かして、合掌のポーズで、まあ、ハートの胸のところに。で、手のひらと手のひらをピタッとひっつけず、指先はひっつけて、手のひらと手のひらの間に空間を作るっていうんですかね。手のひらの手首側がひっついてて、指先がひっついて、その間は離れてて、こう中に、何かこうピッとこう、挟んでる感じっていうのは、ピッとはひっつけずに、何かに何かをそこでこう、なんていうの、右手と左手ピュッとこう、囲んでるというんですか、包んでるっていうか、その状態で、ですね、上腕は胴体にひっつけ、で、その右手と左手で、親指と人差し指をちょっと離し、で、人差し指から小指までは引っつけ、ちょっと親指と人差し指の間がちょっと空いてる状態ですね。で、親指の延長線上が頭の中心。で、はい。人差し指の延長線上がステラで、その状態でしばらくいてください。で、腕はピッと胴体に引っつけたまんま。で、親指側面は胸にひっついてなくて大丈夫です。4、5センチ空いてる感じですよね。で、しばらくその状態でいてください。で、高さ的には、手首のところがハートと横隔膜の間で、ハートの周辺でエネルギーでじわじわすることがいいかもしれませんが、可能な限りスルーしてください。で、第7チャクラの上の方で反応、わさわさ、さわさわって軽くなっていく感じがするかもしれません。
を気にせず、はい、とにかく縦の中心に意識を合わせまっすぐで、ハートの縦の前の方のじり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 も可能な限りスルーして、はい、そこも徹底的にもうクリーニングして充電しなさしてくださいと、パワーチャージしますと。で、そのうちに人差し指と中指の間が開くかもしれませんが、もう気にせずに、ピタッとこう一時的に指と指を引っつけておくのではなくて、こう自動的に指と指が離れていくかもしれませんが、気にせずに、お手手と指に引いてください。で、でも自分でコントロールせずに、はい、もう全部エネルギーと体にも引いてください。で、肩の力も可能な限り、こう緊張している状態か脱力している状態。で、背骨も緊張する状態から伸びて、柔らいで、ゆっくりしている状態。人によっては背骨全、背面全体的に暖かくなっているかもしれませんが、で、しばらくそのまま、はい。エネルギーをどんどん中心にまとめなさいと。縦のパイプにエネルギーどんどんまとめなさいと。で、横隔膜のところとかもあったかくなっていくかもしれませんが、はい、とにかく胴体、縦のパイプ、エネルギーどん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 まとめて強くしなさいと。で、終わりました。で、その状態で左右の肘から指先までの縦の流れですね、ややカーブをになって、肘から指先まで上に上がってるわけですが、この逆 V 字の滑らかカーブのところを意識して、こうエネルギーがぐーっと肘の方から指先の方に向かってこう上向きに上昇します。上向き矢印的に。で、それをしばらく意識してください。人によっては眉間の第三の目の前の方ですね。眉間のところ、眉間と目の、額の間のところでも反応が起きるかもしれませんが、気にせずにスルーしてください。また、背面ですね、ハートの背面でも暖かくなるということも出てくるかもしれませんが、気にせず、はい、どん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 中心にまとめなさい、まとまりなさいと、胴体の縦軸中心のパイプ、どん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 充電しなさいと。額、鼻頭とかでも反応が起きてくるかもしれませんが、もうそのまま気にせず、はい、反応が起きているところをどん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 処理しなさい、クリーンアップしなさいと。難しいですね。頭の中で自分の顔の形、漠然として構いません。顔、頭の形ね。
頭の中で顔の形を意識して、その顔の縦軸のところにやや細長めのダイヤモンドシェイプを意識して、てっぺんが頭のてっぺん、上のとんがってるところが頭のてっぺん、下のとんがってるところが、顎よりちょっと下ぐらい。喉と、喉の中心と顎の間ぐらい。例えば頭の中に縦長三角形、あ、違う、ダイヤモンドシェイプが入ってます。で、そのダイヤモンドの、横のはみ出てるところですよね。横のところが、鼻の頭よりちょっと下ぐらい。ね、で、横幅が、目と目、黒目と黒目の間ぐらい。ちょっと小さいよ。よく難しいですけど、ちょっと細長め。はい。で、そこにダイヤモンドシェイプを意識してください。ダイヤモンドシェイプの中が強く光ります。そのダイヤモンドシェイプと、右手と左で作って、お手手を開けてる合掌、なんていうんですかね。合掌じゃないですよ。ギターって弾くじゃないですか。とにかくお手と左のとひっついてる縦長、お手の形と頭の中のダイヤモンドの形がシンクロしますと、はい、ここを同期してシンクロが始まりますと思っておいたら始まります。で、しばらくその状態でいってください。で、とにかく、もう、達観して、反応を眺め続けてください。人によっては、頭の中の、ダイヤモンド、上と下とで、こう感じが違うかもしれませんね。上の方が詰まってるのが、エネルギーある感じ、下の方がない感じかもしれませんが、とか構いません。とにかく、そのまま眺め続けて、人によっては頭の中のダイヤモンドシェルの中に小さな豆のような形、豆の上半分のようなこうポコッと小さい光のこう、なんていうか、岩みたいなものが見えるかもしれませんが、もう眺め続けてください。気にせずに、ただ見えるものを眺め続けてください。自分で何かを作る必要はあります。で、呼吸は可能な限り長く、深く、ゆっくりと。で、頭の中で、自分の頭と首と胴体、上半身、下半身、胸のところと下腹のところですね、をイメージして、漠然とすれば構いません。頭の中に、ダイヤモンド型、ちょっと角が丸いダイヤモンド型、縦長。で、上半身、横隔膜から首のところに、お手手の合掌のダイヤモンド型。で、その下に、また同じように、ダイヤモンド型で、3つの頭、胸、下腹で3つのダイヤモンド型がありますと。で、それを、その3つを意識して、それを全部、こう、真ん中のとシンクロしますと。シンクロしなさいと思ったら、確定します。とにかく、3つの、ダイヤモンド、形の甘いダイヤモンド、はい、
3つのこのダイヤモンドと形の甘いダイヤモンドをにより、どん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 作ってまとめなさいと。揃えなさいと。密度を合わせなさいと。人によっては、この3つが自動的に大きなダイヤモンドな形に変わってるかもしれませんが、とにかくもう気にせず、もとにかく自分で作らず、眺め続けてください。人によっては、そのダイヤモンドの中に、こう、螺旋的な動きとか出てくるかもしれませんけど、眺め続けてください。自分で何かを作る必要はありません。ああ、これがドルジェっていうやつですね。ドルジェっていうのは、ね、体の中のことですね。ドルジェっていうのは、仏教部のことですね。多分そのことだと思うんですけど。で、ハートのところに、お手手のところの、形の甘いダイヤモンドの、ダイヤモンドの形のエネルギーの形が固まってくるのと、その上にもう一個あって、その下にもありますと、3つありますと、で、それを全部こう包んじゃってる大きなダイヤモンドがありますと、ダイヤモンドの、そのエネルギーのココンって言うんですかね。とにかく、その3つ、4つ、3つプラス、その外側の4つを意識して、どん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 まとまりなさい。人によってはハートのところがガーッと熱くなってくる感じがするかもしれませんが、可能な限りするし。で、一番大きな外側コンテナーの大きなダイヤモンドですね、全部が3つが入っている大きなダイヤモンド、下側がちょっとこう膨らみ始める的な、つぼみの形みたいな形にこう変化するかもしれませんが、気にせずに見えるままそれを眺め続けてください。下側の方がちょっとぐーっと大きくなり、つぼが立っているんですかね、になるような感じで見え始めるかもしれません。が気にしない。で、そのまま、これ全部どんどんまとめて、エネルギーどんどん充電してくださいと。で、下の台を、下の空間、下の、なんて言ったら、つぼみのようなのと、ハートのところと頭の中と、下、中、上、下、中、上的に、全部、下、中、上、全部、下、中、上、全部的に、こう、順繰りに意識を当て続けて、で、この下、中、
が下、中部、上部で上、それを全部包んでいる壺型的に、それがまたなんかもっと大きくなるような感じとかで出てくるかもしれませんが、もう考えず、自分でイメージせず、出てくるものを眺め続けてくださいと。人によっては、真ん中のやつですね、ハートの周辺のところのエネルギーがこうどん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 、形の甘いダイヤモンドシェイプからちょっとこう、球形に向かって膨らむ形、感じがするかもしれませんが、気にせずに。で、呼吸に意識を合わせ続けてください。でもエネルギー、はい、まとまりなさいと。密度を上げなさいと。充電して、どん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 こう密度を上げなさいと。ハートのところを全体的に上半身ですね、胸のところ、前側、後ろ側、前側はかなり熱くなってるかもしれませんね。後ろ側も意識的に後ろ側もどんどん膨らみなさいと。お手手は実際には胸の前にあるわけですが、これ後ろでできて、多分肉体的にはできないと思います。よっぽど体が柔らかくない限り。で、頭の中で後ろ側にも同じように右手と左がピッとひっついてますと意識をしてみてください。多分それで後ろ側にも作られ始めると思います。頭の中で自分の胴体をイメージして、前側は自分の実際のお手手で合掌の状態で、後ろ側も見えないお手手で合掌の状態で、前と後ろも同じように作りなさいと。人によってちょっとドキドキ感、ちょっと出てくるかもしれませんね。エネルギーの密度が上がるのか、なんかドキンドキンとかいう感じが出てくるかもしれませんが、気にせずに、体の中でスルーしてください。ドキンのところのその感覚の的な反応ですね。なんかこう、軽く滞ってる感じ、なんかこう重たい感じがある感じのところは、はい、そこをどん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 ほぐしなさいと、柔らかくしなさいと、エネルギーどん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 なじませて、溶かしなさいと、潤ってる状態に戻しなさいと、浸透させなさいと、溶かしなさいと。で、前側と後ろ側も合わせなさいと。これはですね、
瞑想するときに、この状態で瞑想をする、このハンドポーズで瞑想すると、ハートの縦軸のところが安定しやすく、充電しやすくなるんですね。で、多分これは、合掌、ピタッと合掌じゃない、つぼみ、手でつぼみを作る感じな感じですよね。で、これを頭の前でやっても同じだと思います。で、これを、おへそのところの場合は多分そのまま下げられないんで、下向きつぼみをお腹の前、もしくは、背面、腰背面で、じゃ実験的に、両手をひっつけ、この、つぼみの、下向きつぼみのおててポーズを、仙骨の背面のところでピッと置いといて、はい、どんどん仙骨のところにエネルギー作りなさいと思ってみてください。下半身エネルギーが一番です。要は多分手と手のひらの間の空間の中が、まあ、コンテナ的な状況ですよね。その中にエネルギーどんどん入りなさいと、集まりなさいと。で、それをどこに置くか、上向きに置くか、下向きに置くか、真ん中に置くか、下に置くか、頭に置くかの違いだと思いますが、ですね、これは、とりあえずハートのところを可能な限り、拡張というか、充填し続けてくださいと。で、色が変わり始めてるかも、変わり始めるかもしれません。イメージ的には、睡蓮の花じゃなくて、蓮の花のような、大きな、睡蓮と蓮は違うんですね。睡蓮は、花びらがいっぱい散りますが、蓮は花びらが少ないと。で、蓮のつぼみのポコッと大きいのが、ハートのところにあります、的な感じですよね。そのイメージでエネルギーをどんどん充電すると。で、これをちょっと1週間真面目に練習したらどうなるかやってみてくださいということで。ですね、かなり安定してると思うので、それではまた来週。